キアレゾーン。どうも、ヴァンパイアズトークのお時間です。このチャンネルは X ジャパンやルナシー、ラルクアンシエルといった日本のレジェンド的なロックバンドについてあれやこれや言う YouTube ラジオです。YouTube ラジオということで、音声が中心ではありますが、画面上でもですね、今どういったことを話しているのかなど、お見せしながら収録しておりますので、そちらも楽しんでいただければと思います。本日はラルク・アンシエルがですね、30周年ライブに向けて、今ライブで演奏してほしい楽曲のリクエスト投票を受け付けておりますので、そちらについてお話ししていきたいなと思っております。皆さんも投票はお済みでしょうか？期日前投票もやっておりますよと。まあ期日前投票っていうもんでもないか。ということで、もう本当今お伝えした通り、今画面にも出してますけども、30周年ラニバーサリーライブが、5月でしたっけ、東京ドームで行われるということで、そこで演奏してほしい楽曲のリクエストを募っております。期間がですね、1月20日木曜日の17時からということで、今動画を撮っているのが1月21日ですので、まだ投票2日目かな。まあ、ツイッター上では結構もう盛り上がってまして、それで私も知りました。で、2月の4日金曜日までということです。で、まあ、会員の方とかね、そのファンクラブの会員の人だけかなとか思ってたんですけども、一般の人もですね、投票できるということで、今回非常に間口の広いリクエストになっております。なので、ファンクラブじゃないから、関係ないわと思ってた方もですね、投票できますので、ぜひ、あなたの清き一票を、投じてみてください。で、まあ、そんな大げさなことではなくてですね、まあ、ここにもある通り、1人1日1回1曲投票が可能ですということですので、もう本当どうしてもこの曲を、やってほしいという人はですね、もう毎日毎日1日1回投票すると、何日間あるのかな、2週間ぐらいありますんで、14票ぐらいはね入るんじゃないかなということです。まあ、残念なことがですね、ここにもある通り、その投票結果の発表が行われないということですので、それ結構ちょっとぜひね、投票してほしいな、なんて、投票じゃない、開示してほしいな、なんて、思ってますけど、皆さんはどうお考えでしょうか。で、この特設のサイトを見ると結構楽しいんですけど、この、まあ、ABCD もしくはあいうえお順に並んでてね、でこんな感じで、ずらずらずらと、全曲並んでます。この ABC 順になってる楽曲を見るのも楽しいですけどね。アホな感想ですけど、ラルクってこんなに曲あんだなとかね。まあ、30年やってるバンドにしちゃ少ない気もしますけど、なんか私データが好きなんで、こういうの見ると楽しいんですよね。あ、そうなんだ。K から始まる曲ってキリングミーしかないんだとかね。どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、それでも私楽しいんですよね、こういうの見るとね、っていう。で、ここの辺見てもらっても分かる、Get Out From The Shell、イングリッシュバージョンと日本語バージョンとかね、Don't Be Afraid もそうですね、Don't Be Afraid も英語版、まあ、英語版と、原曲の日本語版ととか分かれてるんで、まあ、なんかこの辺表がちょっと割れそうな気はしますけどね。はい、という感じで、まあ、これ見てるだけでも楽しいなっていうサイトになってます。で、ここで、まあ、投票したい曲選んでもらって、下の方にですね、まあ、ニックネームと、あとは都道府県を入れて、でコメントをという感じの投票になっております。で、このサイトへの、リンクはですね、私の動画の概要欄の方に貼らせていただいておきますので、そちらの方から見ていただくか、もしくは、ラルク・アンシエルスペース30周年スペース楽曲スペースリクエストとかでも出てきました。まあ、ちょっと長いですけど、という感じで、皆さんもぜひまだ投じてない方は投じていただくといいんじゃないかなと思います。で、今回私がいろいろ思ったことをちょっと言うと、あ、そうですね、まずルナシーもこれ結構やっててというか、最近本当、ついこの間、まあ、今もやってるツアーか、今やってるツアーでもですね、
レア曲何がやりたいですかっていうのを募っててですね、なんかほんとルナシーといいラルクアンシエルといい昔は結構尖ってたバンドですけど、最近はやっぱなんかこうファンに優しいなって思いますね。やっぱ長くやってって、あのメンバーの皆さんが私たちファンに対してすごくこうなんか愛してくれてるなというのをすごく感じますね。でルナシーの場合はさすがに全曲の中からリクエストってわけじゃなくてですね、まあ、ある程度ルナシー側バンド側からチョイスされた楽曲の中で、どれやってほしいですかっていう風に絞るタイプでしたけれども、ラルク・アンシエルの場合は先ほど見てもらって分かるようにですね、もうほんと全楽曲入ってるんですよ。まあここはちょっとすごいなと思いますけどね、まあ必ずやるわけじゃないんでね、別にこれでもいいなって気もしますね。あの選ばれたけどやらないってパターンもありますからね。はい、まあその辺がちょっとラルク・アンシエルとルナシーでちょっと違うところではありますけども、無既視感あるなと思ったんですけど、そうですね、ルナシーもやってたんですね。で次、ぜひ結果を公開してほしい。これはもうさっきも言った通りですね、もう結果見ながらワイワイやりたくないですか。もうそれだけでもあの私お酒飲めちゃうなって気がするんですけどねまあ今回はその一般投票も可能なんでね、そこまでこうラルクのことを好きじゃない、まあ、そこまで好きじゃないというと言い方悪いですけど、一般の方も投票できちゃうんで、まあ、ファンクラブとかに入るようなもう本当真のドエルとかじゃなくても、まあライトなファンもですね投票できちゃうんで、まあ、それこそ本当ハニーとかね、あの辺のその人気曲も投票普通に入っちゃうのかなって気はしますけど、まあ上から順番に30曲やりますとかそういうことじゃないんでね、あくまでもそのバンド側が参考にするということですから、まあそこはいいのかなって気はしないでもないんですけどね。あとそうですね、選ぶポイント、まあ1日1曲投票できるんで、まあ14曲ぐらい投票できるっちゃ投票できるんですけども、まあ私だったらどう選ぶかというとですね、過去に演奏されたことがない曲を一旦ここら辺でですね、やってもらって、で30周年ライブとかですから絶対あの円盤化されて、商品になるわけじゃないですか、 DVD なりブルーレイなりね。でそうやって形に残ると長く聴くこともできますので、まあ、やったことがない曲をやってくれると嬉しいなーっていうのはあります。あとはそうですね、思ったことで言うと15周年ライブを思い出しませんか、15周年のアニバーサリーライブ、あの時も投票があったんですよね。で今ウィキペディアの15周年記念ライブの演奏曲目のリクエスト結果のページを開いてますけども、これウィキペディアに載ってますんで気になる人はまた見ていただければと思うんですが、この時は公表されてるんですかね、1位から、49位まで、出てます。で私この時はあのラルク・アンシエルファンからちょっと離れてたんですよ、2006年ぐらいだったと思うんですけど、これってですね、2006年でしょ、この時も東京ドームか、はい、でラルクファンを離れてたんですけれども、この15周年記念ライブのことはやっぱり噂に入ってきまして、なんかフォースアベニューカフェやったぞとか、あと予感もやってますよね確かね、予感やってるぞとかですね、びっくりしましたですね。あれ予感やってなかったっけ、あここは予感やってないのか、あ、そうですね。I'm in pain とかやってびっくりされたっていうやつか。そう。これはちょっとびっくりしたんすよね。まあ、フォースアベニューカフェから始まるのもびっくりしましたけど、その年代ごとに、あの、衣装を分けたりとかしてて、その当時着てた衣装とかっていうの着て、演奏するっていう、この演出とかもやっぱり、その私みたいなね、その昔からのファンで、ちょっと最近のラルクはあんま聞いてませんみたいなファンにはですね、衝撃を、受けましたけどね。でこのライブで結構昔の曲やって、それ以来またやるようになったりした曲とかもありませんでしたっけ、まあ、夏のユーツ、タイムトゥーセイグッバイとかもそうだと思うんですけどね、はい、まあ、オールデッドとかもね、ほんといやまあこれはほんとおっさんラルクファン、回顧帽の、はい、老害ラルクファンからはですね、素晴らしいセットリストだなと思いました。まあ、このパレードはちょっといただけないですけどね、こういうのやらないでほしいなとか私は思ってますけどね、しっかり楽曲聴かせてほしいなと思いますけど、ね、はい、まあそれはいいとして、これをちょっと思い出しますんで、まあ30周年記念ライブもなんか結構そういう、
演出になったりするのかなとか思いますけどね、まあ、年代ごとにこう分けたりとか、するのかなと。まあ、でもラルク・アンシエルの魅力って本当もう古い曲も最新の曲も、遜色しないというかね、分け隔てなく演奏できる楽曲の強度の高さっていうのがラルクの魅力だと思いますし、先日のライブもですね、デューンインディーズ版のインディーズ時代の楽曲デューンやった後に最新曲のフォーエバーをやるっていうセットリスト、あれが成立するのはラルク・アンシエルだけだっていう話を前回の動画でもやらせていただきましたけど、前々回かな、はい、まあ、ああいう面白さもありますから、まあ、年代ごとに分けないでね、バラ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 ラルク・アンシエルがこの順に聞くとかっこいいんじゃないか、この順にやるとかっこいいんじゃないかって思うセットリストで、やってほしいなっていう気持ちもあります。はい、ということでいろいろ話しましたけれども、まああくまでもね、ほんと参考までにっていう感じですから、この通り入れたからってやるかって言ったら分かんないんですから、こんなギャー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 騒ぐことでもないのかもしれないですけど、そうなんですよね。この15周年のリクエスト結果見てもですね、まあ、50曲紹介されてますけど、まあ、49曲ね、そのうちの 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、49曲中16曲は演奏されてないんですよね。あ、旅館もそうですね、演奏されてないですね。まあ、なのでそうですね、大体 3,4 曲に1曲やるかなぐらいの感じで、やってる曲見ても、まあ、本当やっぱ代表曲というかシングル曲とかも多いので、まあ結局こういう感じになっちゃうのかっていうところもあるんですけども、ここはやはりですね、ドエルのみんなで、まあ、あんまり最近やってない曲とか、カップリングの曲とか、今まで一回も演奏されたことがない曲とかね、まあ、そういう曲をちょっとこう上の方に押し上げて、ぜひ今のラルク・アンシエルで、最新のラルク・アンシエルでですね披露してほしいななんて思ってますけど、皆さんはどうお考えでしょうか。ということで、私は何に投票するかと、いうことなんですけれども、一回も演奏されたことがなくて、かつ自分が聴きたい曲ということで、私はですね、あなたのために一票入れたいなと思ってます。あなたのために、あなたじゃないですよ、間違えてあなたの方にやっちゃったらね、あなたはもうしょっちゅうやってるんでいいんですけど、あなたのために大好きなんですよ。あなたのためにについて語る動画を出そうと思ってて、もう早半年ぐらい経ってるんですけど、はい、もういよいよ、出そうかなと思ってます。私はあなたのためにが聞きたいです。で、今日はあなたのために投票して、で、明日はですね、これもまだ1回も演奏されてない瞳に映るもの、を聞きたいですと。瞳に映るものも大好きで、私これ初めて聞いた時は、中学生ぐらいだったかな、はい、ピアノ弾けないんですけど、頑張って耳コピーして瞳に映るもの の, ピアノを練習したりとか、あとトゥルーが出た時もフェアウェルのイントロを練習したりとかね、まあ、非常に思い出深い楽曲ですね。これ今のハイドさんが歌ってもめちゃくちゃいいと思いません？瞳に映るものなんてね、はい、むしろ今のハイドさんの方が表現できる気がするし、聞きたいなと思ってます。なのでこの2曲を、今日から毎日、投票していこうと思います。1日1票ずつね何なんだろうね、こんなことして上に来るんですかね、人気なさそうですけど、だいたいラルクがやるかも分かりませんからね、今までやってないってことはやっぱなんか理由があってやってないわけで、納得いってないとかさ、ライブでする必要ないなと思ってるのかもしれないですね。いや、まあ、そんな卑屈なことを考えてもしょうがないですね。せっかく、アンケート取ってくれてるんで、はい、乗っかろうと思います。はい、私は、あなたのためにと瞳に映るものをに投票しようと思いますが、皆さんは何に投票しますか、もしくはもうしましたか、コメント欄でですね、投票した曲を教えてもらえると私すごく嬉しいです。ということで今回はラルク・アンシエルが30周年ラニバーサリーライブの楽曲リクエストをやってるよという動画でした。この動画良かった方は高評価と、あとチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。